星エイとは、トモク、アカ赤エイカに属するエイである。英名のピテットスティングレイとは、アバタのある赤エイのイ。体型は赤エイによく似るが、成長すると大きなものでは、体盤幅が180センチメートルほどになり、最大は2メートルを越し、赤エイ類の中では、比較的大きな種類である。体色は、背面は黒く、腹側は白いが円は、不定型に黒く縁取られている。 背面には白い小さな斑点が不規則に並んでおり、特に胴体とヒレの境目付近に沿って斑点が並んでいる。ワミオの星、英名のピテットはいずれもこの斑点に由来する。本州北部から北海道の沿岸域の低層に生息する。朝鮮半島東海岸から沿海州の沿岸域でも確認、捕獲されているほか、 日本海沖合の水深3000メートル近い、下部前深層で捕獲された記録があるため、沿用遊泳性があり、ある程度の深海域にも生息している、可能性があると考えられている。潜海域の低層域に生息するが、やや沖合に生息し、通常人が目にする機会は少ない。赤栄に比べると海水温の低い海域を好み、沿岸や川口などの寄水域は好まないようである。 低層域に生息するが、砂底底にそこ居ましたり潜ったりすることは少なく、海底近くを泳いでいることが多い。肉食性で、貝類、頭足類、多毛類、甲殻類、魚類などの低生生物を幅広く捕食するが、赤エイに比べると、食性範囲は狭い。卵体性で5匹から10匹程度の稚魚を産む。生まれた直後の稚魚は、 体長15から3 0センチメートル程度であるが、体長1 8 0センチメートルの個体が6 0センチメートルの稚魚5匹を生んだ例がある。生まれた稚魚はすでに体型も体色も、親と同じ姿をしている。飼育下では20年生きた個体の記録があるが、寿命等については、よくわかっていない。王に鋭い毒針を持つが、性格は温和で、自ら攻撃してくることは、 基本的にはない。飼育下では人にも慣れやすく、水族館などで飼育されている個体には、餌付けされて、人の手から餌を食べたりするものもいる。日本では、島マリンランドで28年の飼育記録があり、最終的に、体盤幅が204センチメートル、台盤長が205センチメートル、全長が285センチメートルにもなった。クロカスペ。 黒エイ前松島水族館で飼育されている、星エイテイチモや、底引きモなどの沿岸漁業で漁獲されるが、星エイだけを目的とされた漁が行われることはない。多種の魚を狙った刺し網等にかかるために、漁業者によっては嫌われる。捕獲量は、さほど多くはなく、赤エイに比べて味は劣るとされており、漁業価値は低い扱いである。 比較的飼育の容易な大型魚であることから、水族館などでもよく飼育されている。トピックス長期飼育記録更新中だったホシエイが、飼育1243日間で死亡。2016年11月12日へ閲覧。ありがとうございます。